いやー、今日勝ってよかったですね。はい。今日最後、もう野呂さんだけみたいな感じだったんですけど、はい、あの辺はどうでした？ちょっと決めなきゃ負けるっていう場面だったんで、正直プレッシャーの方が大きかったんですけど、それは自分の仕事なので、みんながやってくれた分、やっぱ決めなきゃいけない責任を持って打ち切ることができました。相手もね、野呂さんに来るっていうのは分かってる中で打たなきゃいけないっていうのはどうでした？ハイセットを今までずっとクロスに打ってたんですけど、監督が変わってからは少しストレートも意識したっていう風になって、高いブロックに対してハイセットをストレートで出せるようになったのが、やっぱ最後いいように決まったなと思うので、そこは継続して、ちょっとまだ大事なところで決めきれない場面がいくつかあったので、ちょっと来週の練習はちょっともう少し今まで以上に緊張感を持ってやっていきます。次の戦いはどうしましょう？次の戦いはどうしましょう？次の戦いは、昨日今日と同じく、あの下位のチームというか、自分たちよりも順位が低いチームなので、正直プレッシャーの方が大きいと思うんですけど、やるべきことをしっかりやって勝てるように頑張ります。はい、頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。